これは、人間の好奇心が生んだ、悲劇と絶望の物語。いつも通りパソコンと向き合っていたイッチだが、カスタム拡大率 500% の項目が目についた。500とは以下ほどなのか気になったイッチはすぐさま適用してみることに。すると、戻せなくなった助けて。逆のことしろよ。500に拡大したのなら100に適用すればいいのでは?とスレミンから指摘されるイッチ。しかし、これはそんなに単純な話ではないのだ。拡大しすぎて押せない。わろた。おかしいだろ。普通に選択できる項目で OS ぶっ壊されるとか。イッチ曰く、カスタム拡大率 500% は普通に選択できる項目のようだ。言語設定対応にして戻せなくなるのと同じだな。興味本位でやっただけなのに、おいどうすんだよ。5倍のモニター買ってくれば解決。システムの復元でいける。次々と解決策を書き込むスレミン。復元さえすれば大抵のことはなんとかなるパソコン。やはり奥の手ということだろう。しかし、一致の状況は奥の手すら封じられている。ステータスバーとファイル3つがデカデカと表示されてる状態なんだよ。拡大した時の手順で戻せよタブキー使ったらいけるだろ。その画面まではたどり着くけど、適応して再起動が押せない。マウスカーソルが不可でも、タブキーでどうにかできるのではという書き込みに対して一致は無理だと返信する。しかし、ネットで検索すれば解決策が出るのではと思った方もいるだろう。今の現代社会は IT が発展し、大抵の問題に対する解決策はネットを調べればすぐ見つかるのだ。が、拡大しすぎて押せない、お前らも 500% にして直し方探して、ググっても出てこないし。お前が世界初なんだよ、喜べ。そこでついに一致は現在のデスクトップの状況をオープンするのであった。こんな感じ。ゴミ箱でけえ。なんかすげえ。でかすぎだろ、まずなんでやろうとしたし。想像以上にでかすぎる一致のデスクトップに湧き上がるスレミンたち。なんでこんなヤバいもんが簡単に選べるようになってるんだよ。アイコンでかくて使いやすそうだな、そのままでよくね。逆に良いのではと提案するスレミン。何がこのままで良いのか理解に苦しむが、それは一致が一番理解していた。ゲームログインできないし、音楽セレクトできないし、スライドしてゴミ箱に入れることしかできないんだけど。一致のパソコンはスライドしてゴミ箱に入れるだけの端末へ姿を変えてしまっていたのだ。クソワロタ、お前はゴミ箱ってことだろ。マジで俺は悪くないだろ、誰が危険だなんて思うんだよ。お前も 500% でかくなればいいじゃん。その後一致は、どうにかこうにかセーフモードを起動することに成功する。これでなんとか持ち直したいところではあるが、そこに映ったものとは。おってなんだよ、無駄に煽り性能高いわ。とりあえずセーフモード起動ボタンっぽいの押したけど何が起こってるかわからん。この画面から切り替わらん。お、は?クソアロタ。お、これくらい直せないならいじるなよ。スレミンからも煽られ、パソコンからも煽られ散々な一致。ここまで来ると不憫すぎてかわいそうであるが、自分でやったことなので仕方がない。だってこんなことなるなんて予想つかないじゃん。ざまあ。ジジイババアに優しすぎ、アイコン大きいな。温厚に見えた一致もついに苛立ちを見せ始める。お、にめちゃくちゃ腹立ってきたわ。Windows マーク開いて拡大鏡って検索してもダメか?なるほど、逆に小さくしたらいいのか、やってみふ。拡大鏡って拡大しかできないじゃん、これ以上大きくしてどうすんだよ。さらに拡大させようと目論むスレミン。果たしてパソコンが治る日はやってくるのか。お、押す入れ直せ。そっか、ダメか、画面設定開いてもデカすぎて倍率いじれないの。ここが俺の OS をぶっ壊した設定なんだけど、100はできても下の適応は押せない。みんなもこの画面を覚えておこう。きっと、役に立つ日が来るのかもしれない。可能であれば、この画面を見ることなく過ごしてほしい限りである。キーボードで操作できないよ。再起動ダメなん?エンタータブ再起したけど無理。そこでタブ押して適当にエンター押せばいけるかもしれんし、いけないかもしれない。タブ1回押してエンターでいけたぞ。すれたてからおよそ1時間半、やっとまともに解決に乗り出す動きを見せたすれない。一致も含め、現代人はスマホやパソコンがないと不安で仕方がないのであろう。早くパソコンを使いたい一致は、すれないで寄せられた方法を試し続けていく。で再起だよね、さっきもしたけどもう1回するわ。おーおーおー、いけるかもしれん、そんな予感がする。お。なんだかいけそうな気がするー。ないと思います。ついに解読不可能になった一致のデスクトップ。どうしていいのかわからず一致は困惑するが、諦めてはいないようであった。わろた。さすがに、これを直せないってのは、ありえないと思うし、疲れるまで頑張るけど。フォーマットしろよ。初期化が確実だと進めるも。ありえん。初期化できない理由があるのだろう。親指と人差し指グイッと狭めるジェスチャーしたら縮小されるんじゃね。スマホの縮小動作を進めるスレミンも現れ、スレナイは混沌としていく。なんでマイクロソフトは変更画面スクロールできるようにしないの?たったそれだけで救える命があるの。間違いない。タブ1回とエンター、エンターでいけたぜ。
倍率クリック矢印タブ矢印エンターエンターそれならやってるのになんでだろう。全く改善されない自分のパソコンを見て、一致は絶望し頭を悩ませていた。しかし、そんな一致へ典型が降りる。ブラウザ開いて縮小ツールダウンロードするそれ以外のファイルをゴミ箱に捨てるこれだ。ゴミ箱が左下でよかったな。これ左上だよ。ちなみにゴミ箱は左上に存在し、500拡大した結果、左下にあるように見えていたようだ。俺、一致の問題が解決したら結婚するんだ。こんな感じで作業してる。ていうかブラウザのダウンロード履歴かダウンロードフォルダから開けるじゃん俺容量悪い。ダウンロードボタン探すのにも一苦労。まさに針の穴を通すような作業である。わずかな隙間に狙いを定め、お目当てのツールをダウンロードする一致。くっそアロタ。やっと回答できた。どうやって起動したらいいかな？ツールを回答するにまで至った一致だったが、画面が拡大されすぎてツールを選択できない。どうする、一致。デスクトップの空のとこクリックしてコントロール押しながらマウスホイールを回す。押しわかった。ちなみに押せない。虫眼鏡から検索してもインターネット検索になる。どうしたらいいんだ。このソフト常駐ホットキーはあるかな。試行錯誤しどうにかしてツールを起動させたい一致。しかしなかなかうまくいかないようだ。タスクバー隠せないん？アイコンサイズを縮小することによってギリギリクリック範囲に入れることに成功したが、このソフトの使い方を理解してないのでとりあえずググる。だからさ、おが何か考えてみろよ。普通に考えたらオプションの選択だろう。だからその画面で F4 を押してやっとセーフモードに入れるわけ。これだ。一致を含む、誰もがネタにしたを、ネタにしかならないと思われていたが、これの意味を考察する者が現れたのだ。この書き込みにより、事態は急展開を迎えることになる。F4 でできるのかこれは買ったな試してみるわ。楽しそうだな。お、で F4 してるけど動作なし。霊能の画面まで到達できた一致。しかし F4 でも動作しないことを報告する。そしてこの報告を最後に、一致は掲示板から姿を消す。本当は楽しんでるだろ、言ってみろ。すっげえ面白いです。俺もパソコン得意じゃないからトラブルあるとくっそ焦るわでも、これは救えない。なぜ200くらいから試さなかったのか。推奨しない行動を取ったのは自分だろうそやおだわ。一致が不在中も、スレ内でのやりとりは続いた。そして、最後の書き込みから15分後、ついに。おーおー。おーおー、なんかまだでかくね。年寄りスマホみたいだな。多少のデカさは残るものの、パソコンとして機能するまで回復した一致のデスクトップの姿があったのだ。お、やめろ。しかし、この一件以降、お、に対して敏感になってしまった一致。パソコンは治ったものの、彼の心には深い傷跡が残ってしまった。治ったわお前らマジありがとう。治ったのかよかったじゃん。こうして、すれたてから約3時間後、事態は収束しこの事件は幕を閉じたのであった。最後までご視聴ありがとうございました。500% の苦難を乗り越えた一致にエールを送りたいあなたは、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。